キャラクターがいるらしいけど。あ、こんばんは、ライオンさん。いつもありがとうございます。あいや、めちゃめちゃいい感じでハイボールのタブがいた。これは今日良さそうですよ。黄金時の音調強奪チャレンジやっていきたいと思います。よし、猛ダッシュで毒沼地帯を抜け出す。行くぜー。よいしょ、それ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 。どこ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 。あー、ギリセーフ。おー、なんか、おお、殺意の塊やんけ。どんどん降りていきましょうと。ここはまだ降りられないわけね。これどういうシステムで動いてんの。すごいな、エネルギー量どうなってんだろう。あ、びっくりした。あ、敵かよ。幻影かと思った。びっくりー。まあ、紛らしいぜ。怖っ。あそこの結構マジかわいそうだな。もう少しだったな。よし、とりあえずここまで来た。で、次はお前こっちにも来んのかよ。くっそーなんやねん。こうなんかこれもそうやし、あのハムナプトラとかさ、どういうシステムでこう罠とかこういうの動いてんだろうな。この結婚とかそういうことやったら油断禁物ですわ。こうスッといけってことね。よしよし、そういうこと。あ、こいつ大丈夫、こいつ大丈夫。ああなんでなんで。ああ、間に合ってくれ。うわなんでしゃがんでたんだよマジで。なんでしゃがんでたのよ。調べた感じ、その石鹸の鍵をなんか最初から2つ持ってるキャラクターがいるらしいけど。あ、こんばんは、ライオンさん。いつもありがとうございます。うわなんなの。気持ちよく挨拶してたところだったのに。この先下がるぞ、それはわかる。こうか。よし、来た。よっしゃー、これでいいね。メッセージ読む。弓、あ、ほんとなんか弓、めっちゃ弓弓言っとりますけど、弓使った方がいいんだ。あれか、そう、火を吹いてくるっていうのはこれのこと。火を吹いてからかな。お、びっくりした。あ、お、へえ、え、終わり。あ、これだけでいいの。お前マジビビった。ちょっと待って、でも襲ってこなかったな。俺ちょっと人として認識されてない。届いてない。橋を渡りきる直前でワンテンポ。橋がどこだ。
あれか。ワンテンポ待つ。ちょっと待って。渡りきる直前ってことかな。あそこから降ってくるわけか。あ、あれか。あの穴に気を取られた人、あれね。はい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 。オッケーオッケー。一回ちょっと待つね。こういうことね。でも配信者的にはすごく美味しいですね。まあこれマジビビったよ。これね。おーすごい。結構上がるな。よし。強くなった。あ、そうそうそう、今なんですけど、レベルがね、39になったんですよ。マジ頑張った、今日。1時間ぐらい、レベル1も上がんなかったけど、死にすぎて。